鎌倉女学院中学校、高等学校は、神奈川県鎌倉市由井ヶ浜2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校、高校からの生徒募集はしていない。生徒数は1学年につき160人前後。略称、鎌女。1904年、東京海正中学校と図紙海正中学校の校長を務めていた。 田辺真之助により鎌倉女学校として創立。1910年に津市改正中でボート遭難事故が起こり、その保障のため鎌倉女学院も経営が難しくなり一時、後廃したが、むつむねみつの長男、ひろきちが共同出資して校長となり、建て直した。鎌倉高等女学校を経て、戦後の学生改革に伴い、現校名になる。現在は、 中学、高校とも、鶴岡八幡宮一の鳥居湖にある校舎を使用しているが、以前は、若宮王子をさらに南に進んだところに中学校専用の校舎があった。しかし、前述の姉妹構図司会生中学校の生徒が、起こした、暴徒遭難事故の賠償金を支払うために、その土地を手放さなくてはならなくなり、現校舎のみになった。 東日本旅客鉄道横須賀線鎌倉駅から徒歩10分。創立後しばらくは、鎌倉唯一の女学校として、地元の文学界、政材界の家の即女が多く在籍していた。しかし、東日本旅客鉄道根岸線のよう、光台大,大船間が開通するなど、鎌倉から横浜市中心部へのアクセスが容易になると、近隣の学校との競争を余儀なくされる。 その結果、人気が低迷した時期もあるが、英語教育に力を入れるなどの改革が功を奏し、現在は東京大学合格者モデル、進学校として、再び人気を集めている。完全週休二日制で、学期は二学期制。授業は、中学、高校ともに、4年生大学受験を目標として、基礎学力のアップを図って編成されている。 昔から国語教育が盛んである。英語教育にも実績があり、高3卒業時までにはほぼ全員の生徒が英検に級を取得し、トーフル1トップの受験も校内で行っている。また、希望者には短期留学や海外研修も実施している。外国人講師4人のほか、日本人の先生たちも中1から英語で授業を行っており、 卒業生の英語のレベルはとても高く、大学で語学を学ぶ釜女生たちはマルチリングラルを目指して英語以外の語学に進学する傾向が見られる。中学3年の後期からどの教科も高校の学習内容を勉強し始め、高2進学時に1から3組を文系クラス、4組を理系クラスとしてクラス分けをする。理系は1クラスであるが、 国公立大学への進学者も多く、レベルは高い。進学実績も順調に伸ばしており、東京大学入学者も複数名出ている。また、特集科と呼ばれる放課後の特別授業もあり、茶道歌道書道,道、バイオリンフルートを習うことができる。音楽や美術も盛んで、音大、美大への進学希望者向けの授業もあり、ほぼ毎年のように現役で、 東京芸術大学への進学者を出している。情報教育も盛んで、2013年から同世代が講師役になることでリアルにトラブルの当事者になる危険を認識してもらうという狙いで、高校生が中学生に SNS の使い方を教えている。教育面における他の横浜の女子校との大きな違いは、それらのほとんどが開校期に宣教師によって創立された。 ミッションスクールであるのに対し、同校は特定の宗教に基づく教育を行わない点である。なお、10人以下の部は同校会となり、2009年、理科部は理科同校会から昇格。2021年、クイズ研究部はクイズ研究会から昇格した。ありがとうございます。